パリ五輪のスケートボード男子ストリートで2大会連続の金メダルを獲得した堀米優斗と女子ストリートで金メダルの吉沢恋と銀メダルの赤マリオンが8月13日に放送されたフジテレビ系生ジャンクスポーツ今夜3時間緊急生放送パリ五輪メダリストが集結で舞台裏激白 SP に生出演。吉沢と赤間が堀米に聞きたかったまさかの質問にスタジオもネットも騒然となった。 画像、シュミット、ビロディド、ギューネッシュ、コガサリナ、パリ五輪リに花を添えるビジアスリートを一挙紹介。この日、堀米がスケートボードのストリートでの映像制作について熱弁。その後、スケートボード界のスーパースター堀米優斗に吉沢と赤間が聞きたかった、ある質問を投げかけた。赤間は、緊張した面持ちで堀米に、好きな食べ物は何ですかと質問すると、 スタジオは大爆笑。大ファンじゃんかとツッコミが入った。それに対して、堀米は照れた様子で、ハンバーガーとか。あとは、お寿司も好きですね。ラーメンも、焼肉とかもと次から次へと好きな食べ物を答えた。続いて女子ストリートで金メダルを獲得した吉沢は、堀米がアメリカに住んでいることに触れた上で、アメリカで一番美味しい場所。と照れながら質問。 スタジオからは、店までスケボーで案内してくれる人じゃないですよとツッコミが入ったが、堀米は、バーガー、シー、ロート、みたいな。とレジェンドスケーターであるドンヌージュ・グエンが経営するバーガーショップ、バーガーシーロートを紹介した。番組をチェックしたファンからは、スケボー人面白すぎでしょ。中高生らしくて可愛いわ、笑、笑。 恥ずかしそうに答える堀米くんもマジ可愛い爆笑。堀米選手への質問に吹いてもうたわらおもろかった。堀米くんへの質問が可愛くて笑ってしまいました。どの質問にも丁寧に真摯に答えてくれる誠実さをいつも感じます。などといったコメントが寄せられた。そんな堀米が東京五輪に続く金メダル獲得で大会に連覇を成し遂げ、盛り上がりを見せるスケートボード界。 今年の11月23日、ド、には、世界最高峰プロツアーストリートリーグスケートボーディング、SLS 第7戦東京大会が東京有明アリーナにて開催予定となっている。今後の選手たちの活躍に期待したい。